えっと、大阪市立自然史博物館の松井です。えっと、今回は、えっと、国内外来生物と,、えっと、それから、えっと、最近特に、えっと、魚類の分野で第三の外来生物と言われるようになった、えっと、飼育品種についての話をします。 で、えっと、まず、国内外来生物ですけれども、えっと、ま、一昔前まではですね、外来生物というと、ま、外国から来た、なんだか強そうな魚っていうような、えっと、イメージが、あの、あったかと思うんですけれども、えっと、外来生物は、それだけではなくてですね、あの、もともといなかったところに、えっと、 外から持ち込まれたものっていう、生き物っていうことですので、えっと、国内の他の地域から持ち込まれたものっていうものも、えっと、外来生物になります。で、この国内外来生物はですね、えっと、もともとあの同,じ同じ種類とか、まあ、近い種類の生き物がいなかったところに、えっと、持ち込まれた場合にはですね、国外外来生物と、まあ、同様の影響がある。 というふうに考えられるんですけれども、えっと、もともと同じ種類の魚とか、近隣の魚がいるような場所に、えっと、持ち込まれた場合にはですね、えっと、一番その深刻な問題になるのが、えっと、交雑なんですね。遺伝的に、えっと、混ざり合ってしまって、えっと、汚染されてしまってっていうことですね。で、まあ、あの、同じ種類の、えっと、魚が、えっと、持ち込まれる、生き物が持ち込まれるっていうことで、えっと、見た目には、あの、 入ってきたことがすぐには分からないことが多かったりとかして、で、あとはその入ってきたことに気づいた時にはもう手遅れで、ものすごく交雑が進行してしまっていて、で、あの、もう、あの、まあ、絵の具が混ざり合ってしまったのと同じような感じで、もう、えっと、元の状態に戻せない、えっと、在来の生き物と、外来の生き物をこう分離することができない、えっと、うような状況になってしまっていることがとても多くて、ま、怖い問題です。 国内外来生物の中でも、特に、えっと、魚類についての話をします。えっと、国内外来生物があの持ち込まれるあの経緯、侵入の経緯っていうのは、まあ、いろいろなんですけれども、まあ、一つ、えっと、大きな要素として挙げられるのが、あの水産業とか、あるいは、まあ、あのスリーの目的のために、あの魚とか、あるいは違いですねあの、貝の赤ちゃんとかを、えっと、他の,あの地域から持ち込んで、 えっと、放流して、まあ、あの、増やすっていうような、あそういう、えっと、ことが考えられます。で、これ、種苗放流って言いますけれども、えっと、一番、あの、有名な例としては、アユのえっと放流が挙げられます。で、アユの、あの、種苗あの、えっと、魚とか、あの、魚赤ちゃんですけれども、っていうのは、えっと、いろんなところで、日本各地で、えっと、種苗が生産されています。 で、あの、もちろんその地域さんにこだわって地域のものを、えっと、放流するっていうところもあるんですけれども、そうではなくって、その種苗の,あの値段で、値段、コストパフォーマンスとか、あるいは、あの、まあ、安定性とかですね、その手に入りやすさっていうのを重視して、それで、えっと、えっと、の他の地域から取り寄せて放流するっていうことが今も普通に行われています。 で、これに問題、これで問題になるのはですね、愛、まあ、はあの日本全国分布していますので、まあ、一つは、あの、先ほども言ったような、交雑の問題があるっていうことと、あとはですね、あの、愛は、あの、冷水病っていう結構、致死率の高いえっと病気が、あの、流行った、流行ることがあるんですけれども、まあ、こういうふうな病気を、まあ、他の地域から運んでしまう。で、日本全国に、えっと、広まってしまったっていう過去があります。まあ、今でも、あの、その冷水病は、あの、根本的には、あの、収まってはいません。 はい。で、えっと、他にですね、この、えっと、死病に、えっと、死病が、あの、放流されることで、その、あの、種類だけではなくてですね、それに混ざって、他の生き物が、他の地域に持ち込まれるっていうような、非意図的な、あの、放流、導入というか、持ち込まれ方をするっていう例も相次いでいます。例えばですね、えっと、アユの種苗に、ま他の、あの、 あの、例えば、ビ琶コの、えっと、種苗っていうのがアユの、結構有名なんですけれども、その、あの、アユの中に、えっと、ビワコの、あの、魚が混ざって、他の地域に持ち込まれるっていうことがえ、たくさん報告されています。で、えっと、こちらにいくつか、あの、例を示しているんですけれども、例えば、ハスっていう魚、これは、あの、日本固有で、あとビワコ、淀川水系、それから福井の、えっと、味方湖、こう、 にえっと固有の魚なんですけれども、まあ、このあの魚がえっと鮎の種苗に混じって。えっと九州とか中国地方とか広いところに、えっとあの侵入していることがわかっています。でこのハスっていう魚は、あの日本のコイカの魚では珍しくって、魚を食べる魚なんですね。なので、まあ、放流されたあの先々で、えっと在来の魚を食べ、あさって。でえっと被害をもたらしているっていうことが報告されています。 えっと、種苗放流はですね、えっと、淡水域だけではなくって、海域でも同じようなことが、えっと、行われています。えっと、魚とか、あの、貝とかの小さいうちはとても弱いので、そういううちをあの人の手の、えっと、人の管理下で育ってあげて、で、少し大きくなったものを、えっと、海に自然に、えっと、放流して、で、えっと、それが、まあ、大きくなったものをまた漁獲するっていうような栽培漁業が行われています。で、まあ、淡水域と、あの、同じでですね、あの、海域でも、 あの、海域ごとに、こう、遺伝的な特徴とか、形態的に違ったりっていうものが、あの、いろそういう生き物が多いんですけれども、まあ、そういうのはあまり、えっと、気にせず、他の地域から、まあ、種苗を購入して、それを放流するっていうことが、海域でも普通に行われています。で、えっと、こちらの、えっと、標本、トラフグなんですけれども、これは、あの、大阪府の、あの、貝塚市の、えっと、加工で、えっと、採集されたものです。で、これ、えっと、魚の標本は結構、えっと、右、頭を、右、えっと、 左にして、えっと、置くことが多いんですけれども、これ、えっと、右にして置いてます。なんでかというと、えっと、右の、えっと、をちょっと見せてるんですけれども、右側の胸びれが、えっと、ないのが、えっと、見てわかるかなと思います。で、今は、あの、えっと、標識のために、えっと、胸びれを取るってことはしてないんですけれども、ちょっと前までは、えっと、こういうふうに胸びれを取って、で、えっと、標識したマーク、標識、あの、 放流の、あの、標識にしてたことっていうのがあって、で、まあ、あの、放流されたものなんじゃないかなというふうに思われます。で、こういうものが、えっと、ま、え、あ、っとえっと、他の地域から、あの、買われた種苗っていうのが、まあ、あの、ま、巻かれて、で、えっと、遺伝的に混ざってしまうっていうような、あの、心配が海域でもあ行われています。 えっと、国内外来生物を生み出す、えっと、経緯としてはですね、他にも、あの、ペット、えっと、干賞用に飼育されていた生物の放流などが挙げられます。で、今はですね、あの、海外のトロピカルな、あの、綺麗な魚とかだけではなくてですね、日本の、あの、淡水魚が結構干賞あの、飼育の、あの、人気になっていまして、で、今、あの、ペットショップとか、あるいはインターネットショップでも、えっと、簡単に購入することができます。 で、まあ、あの、ごく、えっと、一例をここに、えっと、展示しているんですけれども、まあ、あの、まあ、人気の高い、あの、種類として、例えば、あの、タナゴの仲間なんかとっても、あの、人気があるんですけれども、まあ、その、まあ、代表として、まあ、ここでは白ヒレタビラを展示しています。まあ、それから、えっと、親ニラミって、日本では、あの、他に近い、えっと、種類の魚っていないんですけれども、まあ、胸ビレあ、えっと、エラブタのところに目玉模様がある、可愛らしい魚です。 で、それから、えっと、トゲオの仲間もすごえっと、人気があります。で、ま、ここ、えっと、一応トゲオの仲間から針を出してきてるんですけれども、ま、こういったものが、あの、おそらく、えっと、飼育されてたものが、えっと、放流されたんだろうなというような例が、えっと、各地で報告されています。で、ま、あの、干渉由来、えっと、だけではなくてですね、もしかすると、えっと、干渉目的で、えっと、密、密漁されたんじゃないかなというようなものも、えっと、報告されています。 それでですねえっと国内外来生物でえっと問題になるのはですねあのえっと結構希少な あの、淡水魚、希少なあの水生の生物っていうのが、えっと、外来魚になってしまう。外来生物になってしまうっていうような、あの、例がたくさんあります。で、ここに展示している、まあ、白ヒレタビラとか、あるいは、あの、トゲオの仲間、ハリオなんかもそうなんですけれども、えっと、環境省のレトリストで、絶滅危惧種に選定されているものです。で、こういうものが、えっと、他の地域に持ち込まれることで、希少な生物なんだけれども、外来生物になってしまうということで、えっと、保全すべきなのか、保護すべきなのか、 とも駆除すべきなのか、どうするのかっていうようなすごく複雑な問題も生まれてきています。で、えっとこのあのように購入されたようなあのペットの放流だけではなくてですね。えっとすごくえっと身近な例としてはですね。例えば、あの旅行先で何か可愛らしい。魚が獲れたと。 子供が、あの、ガサガサ、こう、玉編みで、あの、採集をして、なんか取った生き物。あ、これなんか持って帰りたいって、お子さんが、あの、騒ぐことありますよね。で、まあ、じゃあ持って帰って買ってみようかっていうふうになること結構あると思うんですけれども、まあ、それで実際、あの、持って帰ってみて買い始めたら、なかなか買うのが難しかったりとかですね、ちょっと餌を食べなかったりとかして心配して、あ、じゃあ、あの、死なせてしまうよりは流そうか、あの、近くの川に放流しようかっていうこと、えっと、あるんじゃないかなと思います。 で、まあ実、しかしですね、あの、物によってはですね、川ごとに違う遺伝子を持ってるっていうような生き物もいたりしますので、でそういうふうに、まあ、他のところから、あの、取ってきたようなものっていうのを放流するっていうことも、まあ、立派な国内外来生物を生み出してしまう行為になるんですね。なので、まあ、あの、か飼育しているものは責任を持って、えっと、飼い切ること、っていう風なことを、あの、すごく意識していただきたいなという風に思います。 では、最後に、えっと、第3の外来生物と言われるものについてお話しいたします。で、えっと、今まで、えっと、国外外来生物、それから国内外来生物についてのお話をしたんですけれども、それに続く、今、第3の外来生物っていうのが、特に魚類の分野で注目されています。で、これ何かって言いますと、えっと、飼育品種のことですね。 で、あの、例えば、あの、金魚とか、錦鯉とかですね、あるいは、最近は、メダカがすごく干渉のブームになっているんですけれども、まあ、こういうものっていうのは、もともと、あの、野外に、あの、天然に生息しているものではなくてですね、えっと、人が、まあ、あの、後輩とか選抜を繰り返して、そして生み出された、あの、改良されたものなんですけれども、なので、決して、えっと、野外に、えっと、生息しているものではありません。で、ところが、まあ、これが、まあ、あの、 逃げ出して、飼育しているところから逃げ出してしまったりとか、あるいは飼い切れなくなって放流したりとかっていうことで、まあ一旦、こう人の手を離れた瞬間から、その飼育品種っていうのは外来生物になります。で、これは、あの、元々その原種、その品種改良される前の原種であったりとか、あるいはその禁煙種っていうのが、あの、野外にいた場合には、あの、国内外来生物と同じようにですね、えっと、もう交雑してしまって、で、えっと遺伝的に汚染されてしまうっていうことがあります。 で、一番すごく、えっと、深刻な、あの、問題になっているのがですね、えっと、メダカですね。で、メダカは、例えば、あの、一番有名な品種としては、ヒメダカっていうのがいますけれども、これはもともと、えっと、南メダカの突然変異っていうものから作られたってことが知られています。なんで、えっと、ヒメダカが放流されると、すごく簡単に南メダカと交雑してしまうんですね。なので、えっと、で、またそれも、えっと、 色が、あの、ヒメダカっていうのは、あの、黒い色素を作れないような変異なのを持ってるんですけれども、なんですけれども、交雑すると普通のメダ,カメダカみたいな見た目になるんですね。なので、えっと、もう見た目にも、あの、普通のメダカっぽいものが、えっと、野外にたくさん、あの、いるっていうような状態、状態になっています。なので、まあ、メダカを野外に見つけても、今はそれが本当に、あの、純粋な在来のメダカなのかっていうことも疑わなければならないような状況になっています。 こちらの水槽ではですね、あの、在来の,あの南メダカと、それから、えっと、飼育品種の、えっと、姫カを展示しています。で、えっと、在来の、えっと、南メダカと姫カの、あの、結構、 似て、形はすごく似ているんですけれども、あの、パッと見た時の色の印象が、えっと、結構違っていて、南目高の方はですね、まあ、黒い色素を作れるので、あの体の表面に黒い点々がまあ,あったりするのと、あと頭から背中の,あの正中線のあたりにあの黒い筋がこう,うっすらあるのが見えます。で、一方で、姫高の方は黒い色素がない、あの作れないので、えっと、だい,たいそのすごく、えっと、なんとなく黄色っぽい、ちょっとオレンジがかったような、 色にえっと見えるっていうようなあの特徴があります。 で、ここまで、えっと、国内外来生物と、えっと、第三の外来生物についてのお話をしてきましたけれども、えっと、まあ、なんとなく、えっと、外来生物についての話をすると、やっぱり、えっと、人間が生み出した問題で、まあ、誰が悪いとか、まあ、そういう話にもなりがちなんですけれども、まあ、この、あの、外来生物点では、あの、そういうことを、えっと、言いたいわけではなくてですね、えっと、外来生物って何なのか、 それから、その外来生物が生み出されることで、まあ、どのような問題が起こっているのかっていうことを正しく知ってもらって、で、まあ、その上で、えっと、私たちの,あの身近な自然、あるいはまあ生物の多様性っていうものを守るために、えっと、私たち一人一人が、どういうことをしてはいけないのか、それからどういうことをし,していこうかっていうことを考える一つのきっかけになって、なればな、というふうに思います。